テグシガルパは、ホンジュラス共和国の首都であり、また、最大の都市である。人口は117万人。北緯14度五部という赤道近くで、海抜990メートルのテグシガルパ谷の中に位置する。テグシガルパはこの土地の原住民の言葉で、銀の山を意味する。テグシガルパはまたホンジュラスのフランシスコモラ3県の県庁所在地である。市の主要産業は、 繊維業、砂糖、タバコである。テグシガルパは16世紀に建設され、銀及び金工業の中心地であった。ホンジュラス独立後、首都はテグシガルパとコマヤグアの間を何度か移転したが、1880年以来、テグシガルパがホンジュラスの首都となっている。ホンジュラス国立大学は1847年に創設された。 国立博物館では先コロンキの装飾品の貴重なコレクションを展示している。1930年代にテグシガルパの中央部にコルテカ川を挟んで隣接した町コマヤグエラが地域に編入された。近年は治安の悪化が進んでいる。人口10万人あたりの殺人数は99.69人で、死としては世界第5位である。の気候区分では、 サバナ気候に属する。雨季と寒気があるが年間を通じて過ごしやすい気候であり、とこの地と言ってもよい。一方、1998年にハリケーンによる大きな被害を受けた。大通りのラッシュアワー国立公園から見た死害。ありがとうございます。